邪魔しております。イエーイ、お邪魔します。どうもこんにちは。と言ったら仮面ライダーのゲームとかでね、私たちお仕事もプライベートもお世話になっている会社でございます。そうですね、ありがとうございます。で、ね、ゲームといったらバトライドウォーですけども、そうだよね、バトライドウォーでは私たちの楽曲もねたくさん使われていて、はい、なんとバトライドウォー2でもまた使ってくださるということなので、はいはい、本当にありがとうございます。でね、本題なんだけど、はい、なんで今日ここに来たかと言いますと、はい、なんでなんだなんだなんだ、なんだ、なんだ、いきなりクイズ、ちょっとね、クイズ社員さんにパフォーマンスを披露するとか、おお、プレゼンみたいな。なるほど、とりあえず待って、練習時間もらっていいですか。ちょっとそれはちょっと困るわ。はい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 、はい、遊びに来た。衣装で遊ぶの？遊びやすい、動きやすい格好。いや、動きづらいから。遊び以外だったら何？就職活動。就職活動。どうぞどうぞ。わかんない。わかんない。ほら大人たちが。なんかこれでデスクでこうやってんの。ダメです。紫どうすか。はい。一日体験。何を？お仕事を体験するとか。ああ、一日会社員みたいな。どうですか？どうですか？なるほどね。違います。ああ、一日社長。あんま違います。バンダイさんは大手じゃないですか。そうです、ね、大事じゃないですか、今後も。とてもね、今後も言うなんかすごいの出そうだよ。ゴマスリじゃないですか。分かった、ゴマスリ込みの今後の、はい、ゴマスリ含め含めの今後お願いします。今後これからも意識的すぎるよ、ここ2人なんて。何なんだよ、なんか出ないから答え言っちゃうよ。なんなんと今日はバトライドウォー2を体験させていただきます。マジで？ゲームできるってこと？そうそうそう、すごいな。何で全力で遊べるわけなの？いや、遊びじゃないんですよ。遊んだ方がいいとか言ってる名倉さんは本当、資格以外を覚えてください。これね、資格だな。怒られる、ランダイさんいるからね。本当に覚えるよ、攻撃されるために。うっすごい。攻撃されてる。早速行ってみたいと思います。イエーイ。平成仮面ライダーの映画が物語の舞台になってまして、映画限定で出てきていたあの仮面ライダーのフォームですとか、その他、歴代の映画に出てきた限定の敵なんかが楽しくてですね、オリジナルストーリーが展開されているアクションゲームになっています。これ、はい、もう勝ち時ですよね、はい、今回新しく仮面ライダーガイムも参戦決定ということで、勝ち時アームズももちろんプレイして使えることができます。かっこいい、かっこいい、かっこいい。早速バトライドウォー2をプレイさせていただきたいのですが、はい、じゃあぜひ早速。イエーイ。誰からやりますか。はい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 、ぜひしましょう。じゃあ一番大人、大人じゃあいきます。はい、クロニクルモードのボーナスミッション、はい、いきます。すごいね、ちゃんとチケット切れたよね。あ、映画や。今回はフォーゼを選んでください。はい。担当でね。はい。来たー。で、今回は、フォーゼなので、メデオは。メデオがいいですね。はい。今回はなんか連れていけるんですか？はい。好きな時に、もう一人のアシストキャラクターというのを連れて。すごい。はい。登場させることができます。本当だ。絶対使う。メデオにしました。はい。で、フォームも、選べまして。今回はじゃあロケットステイツを見てください。ロケットステイツ来たー。だいぶ話してもらうぜ。くせくせ、どうしよう。めっちゃいる、はい。時間内にたくさんの大食家戦闘員を倒すよう頑張ってみてください。どれだけの数を倒せるかってことですね。はい、はい、なりました。いきます、スタート。
行くぜ。おお、いきなり、いきなり、イエーイ。いいよ。なんかさっきのあのメテオとか、どうやって出すの？ホームチェンジとかでやりたいですね、私。ホームチェンジは下のボタン、R1 ボタンを押して、下ボタンを押すと、下ボタンを押す。おお、すごい。すごい。イエーイ。すごいね。あ、これいいね。いいね。すごいね。あ、これ結構マグネットで解決するな。いいこれ結構コンボ稼げるよ、うん。アシストライダーを出したいときは、はい、L1 ボタンと三角を。L1 ボタンと三角。メテオ出てくるの？メテオが助けに来てくる。きたー、すごい。こっちどう出るの？三角。ちょっとなんか必殺技とかないんですか？なんか必殺技は他に丸ボタンも。丸ボタン。違う技が出ます。うわあ！で、オレンジ色のゲージが溜まったら R2 ボタンを押してみる。押すと。ロケットステージですね。すごい。必殺技を繰り出すことができます。かっこいい。さっき選んだロケットステージがここで出るんだ。で、一定時間、ロケットステージでゲージを貯めると、今度は、究極状態という、状態になって、フォーゼがさらに、進化をして、メテオナズヒコフュージョンステージになる。いいです。すごいね。あと5秒ですよ。やば。さあ、頑張れ頑張れ。おお、ミッションクリア。いろいろ楽しめます ね。あの必殺技とか技もそうだけど、あのステイツチェンジもできるし、はい、リンクが C ランク、はい、で、これは一番いいやつですか？はい、真ん中ぐらいのランクなんですけど、9760ポイントゲットということで、はい、はい、次の方に、はい、チェンジ褒めることもなくいや、あのすごい、おぉ、クリアしたよ。フォーゼとまた違いますね、こう、うん、そうですね。結構近距離ですね。肉体派だよね、うん、これが強い。これ強い。これいい。 R1 を今押して、はい、下ボタンを押すと下カザドルコンボ。うわチェンジをいろいろしてみる。うわ、強い。ゲージが全部溜まったので、え、めっちゃ速い、足めっちゃ速い、めっちゃ足速い、めっちゃ足速いすごい。なんかひーちゃん横がそちらに。あ、マジか。今ゲージが溜まったので、はい、R2 ボタンを。R2 はどこですか？はい、さらにスーパーサトウゴンボウ。スーパーサトウゴンボウのスピードがまた速くて見えない。どこにいっちゃ速いですが、超速い。かっこいい。無理。2分以内に敵を倒していくとこうやって先ほどの9000ポイントからさらに6000アップ。わあ、暫定1位。イエーイ、すごい。スーパーだっても速すぎて見えない。そうやった。で、順番に敵を倒していきましょう。とりあえずシャッターが多いところに行けばいいんですよね。そう、ショッターが多いところに行ければ。すごいね。他にも三角ボタンでも違う技が出せるので戦えるもん、うん、おー。カードがライトニングソニックが、入ってますので、はいはいはい、そのまま下ボタンを押すと、おー、いいよいいよ。わー、すごい、かっこいい。 L1 と三角ボタンでギャレンがアシストライダーとして出てくる。あと20秒しかないぞ。ギャレン出してあげて。ギャレン、ギャレン、後ろ姿良かったよ、ギャレン。うわー、こういう、おー、おーけどランクは C なので、お、一番下のランク。みんな一緒やん、みんな変わんないね。一番下なんですか？さっき一番下なんですか？ランクは D ランクが、あ、あー、まだ、まだ選手ですね。全然前回の成長が見れるのか。このフォームチェンジがやっぱり醍醐味みたいなところがあるんで。後輩なんだから後輩なんだから。頑張ってね。行くぜ。勝負いたしませんか？勝負しまった。最高、ご褒美なり勝ち。でも勝てなかった時のこと考えてもらわないとね。頑張ろう。すげえ、これ無理だな。はい。